おはようございます。ギオレアリスの加藤隆です。今回五山川に来ております。雨がちょっとねパラパラ降ってますけど、まあ欄干してね、ちょっと今日は風があまり吹かないと思うので、内物メインで頑張って、欄干してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。朝一ロザンテペルジェ、イナッコチャートでやっていきたいと思います。ここは結構なだらかなシャローが続くんで、結構回遊とかがね、こういうペルジェを見つけてくれてガボって言ってくれる時があるんで、こういうの投げたら面白いと思います。まあ、とりあえず、表層ダメだったらちょっとチームシで打ってきます。ちょっと雨がひどくなってきましたね。ちょっと寒いぐらいです。ではチームシでやっていきたいと思います。 1.8g でポールをねしっかりさせて着底させて、そこを感じながら引くっていうのが大事。ニンムシがぐっと浮いちゃうんで、やっぱしっかりとねそこを取って丁寧に誘ってあげると、次から次へと行きますよ。はい、移動してきました。5月発売のねあのジグヘッドを使ってジャガゴを攻めていきたいと思います。まあ、おすすめの使い方とすればジグヘッド、そしてまあフリーリグとかそこら辺がおすすめかなと今の時期思います。落ちた時に手足がねプルプルプルっとね、揺れてねバスにね、食べる間を与えてくれるというね、大江五山ではねとてもね、出た当初から人気のあるニムシです。おっしゃ、結構でかい、結構でかい。やった、やった、釣れた。よいしょ、よいしょ。コニムシジグヘッド、やった、綺麗なマス。釣れてよかった。本当にニムシをね、手前に投げてちょん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 ってやったらラインがビューンって走ったんで、もう本当に違和感なくなんか食って走ったっていう感じでしたね。はい、今日使ったルアーの説明をさせていただきます。こちらニムシ、コニムシですね。4月発売となったニューカラーグリパンチャートラメ、そしてこちらがシュリンプアイです。で、まあ、使い方とすればジグヘッド、そしてフリーリグなどがおすすめだと思います。フローティングマテリアルのため、ニンムシが浮こうとするのでね、例えばジグヘッドとかでもフリーリグとかでも進化が落ちた時に手足がねしっかりプル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 震えてくれて、バスにね食べる間を与えてくれるというね、大江五山ではね人気のあるニムシ、コニムシです。ぜひ使ってみてください。
はい、続きましてこちら、ニンムシ、コニンムシ専用フックの登場です。5月発売予定です。でこちらのウェイトが 1.3g、 1.8g、 2.7g、 ニンムシ、コニンムシ専用フックとなります。こちらのフックは根掛かりがかなり軽減されます。計算されたねヘッド形状と横向きのラインアイが障害物を回避してくれますね。まあ、実際ね今日僕が釣ってて本当に思ったのはスムーズに、障害物を回避してくれるので釣りがね本当にしやすくなりますね。次に完全オリジナルフックです。ニンムシ、コニンムシに合わせたサイズとセッティングのしやすさを追求されてます。次に着底時に直立します。ニンムシの本当に足がね揺れ動く感じがねバスにね本当に、ね、効果的です。あとねそのフローティングマテリアルとねこのねジグヘッドとね組み合わせてもらうことでねフッキング率もねかなり向上しますんで、5月にねチンムシのこのジグヘッドが発売となりますので、ぜひねニンムシ、コニムシにねセットしてぜひ釣りを楽しんでください。コニムシ来てるんでねちょっとね続けてやってきます。やったー。今ですねこの護岸のこの周辺狙ってるんですけど、ここにね杭が何本かある。その杭についてないかなと思って丁寧に丁寧にコニムシを、まあ、流した感じで取った1本です。やりました。よいしょ。マジで食ったな。やっぱ丁寧だな。今日は丁寧の日。うん。焦っちゃダメ。本当に。おるもん、やっぱり。しっかりと丁寧にやると。食った、ほら。ほら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 、丁寧な日。抜いちゃいます。よいしょ、よいしょ、やった。やっぱりね今日は丁寧な日丁寧に引けば引くほどねやっぱ当たりますね。なんだこれ、ちょっと取ってるぞこれ。寒いのかな。もう本当に新しい形状の、ジグヘッド、すり抜けがすごくいい。本当にで例えば引っかかった時はちょっとロッドをちょんちょんと上に煽ってやるっていう感じで、それで全然普通のそこら辺のストラクチャーは今回避できてます。この多分ナチュラルに誘うっていうのが今日の多分キーじゃないかなと思ってます。まあ、風とかがねもちろんあれば巻きに行ったりとかそういうこともできるんですけど、ちょっと雨も降ってね、ちょっとあんまり水も流れてない感じで変化があまりないんで、スローにスローに誘ってます。ちょっと移動します。ちょっとね場所を移動してきました。
き続きね、コニムシでやっていきたいと思います。ちょっと雨止んできましたね、水が悪い。これギルっぽいな。何わけわかんねえ。よっしゃ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 、出た、でかいよこれ。コニムシでかい。やっ、今はね、カバーからね、吊るしですね、上から徐々に落としていったら、グイッとね、ヒップが入ったんで、ね、バシッと合わせましたね。お疲れ様です。今日五三川ね、一日やって、小雨降ってきて、水もそんなに動いてなかったんですけど、まあ、乱岸していく中で、水のいいエリアを見つけて、これでね、コニムシのジグヘッド、5月に出るやつですね、こちらで数本取ることができました。これからどんどんね、6月、7月とね、虫もね、活発に動き回ると思うんで、この虫パターンっていうのがね、どんどん有効になってくると思います。皆さんね、ぜひね、このニムシをね、使ってね、どんどんね、釣りを楽しんでください。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。